はい、どうもこんにちは。こんにちは。カタログ第9回ということで、波の音という映画の、ミーティング放送として始まったカタログですが、監督の坂井と言います。よろしくお願いします。共同で監督しております浜口と言います。よろしくお願いします。で今日は第9回ということで、年末でもあるので、ま今日はですねゲストをまた来ていただいて、イケメンゲストということで、イケメンゲストを来ていただいてですね、佐藤さん、はい、あじゃあ先生、はい、ちょっとご紹介、はい、メディアテイクの佐藤貴博と言います。今は、ワスレンとして活動してて、実際に取材、行ったり、一応ウェブがありまして、そのウェブに、アップしてる動画、主にこういった YouTube とかの、撮影など、まあ、主に、まあ、コンテンツ作りで動いてて、まあ、皆さん、まあ、まだ見て、あ、まあ、どうやってこのサイトを見つけてるんですかね。サイトというか、まあ、カタログ、はい、あのレコーダー311の人が結構来てくれたり、うん、浜口さんたち自体もなんかツイッターリンク貼って、そっちのそっちも見てる方っているんですか。まあ、何か多分ね、固定が何人か方がいてですね、ちょっと今日時間が違うんで見てくれてるか分かんないんですが、そうですね、じゃあぜひぜひ見てない方は、3月11日を忘れないためにセンターの、ウェブでもご覧になれるので、一応エンベッドしてるので、そこにいろいろ結構市民の方とか、が作ったそのまあ、3月11日に関したその映像など写真プラステキストもありまして、それをちょっとまだ継続して、更新は全然止まってないので継続して続けていってる感じです。はい、高弘さんはその中ではどういう役割を担っているか。役割としては今そうですね、そのクリップをまあ編集撮影、まあ基本的に全部やってて、それでまあ、対象者とかはまあちょっと北野というものがやってるんですけど、それに合わせてまあいろんなその内容まで転記をするコンテンツを作ってるってことですね。それをはいアップしてます。まあ内容というのもまあ結構多岐にわたってるわけではないんですけど、基本的にはインタビュー形式で語り直しという形で、いろんな人に、はい、話を聞いてるっていう方、やってることは非常に、似てるって似てるんですけど、ね、なんか僕らと関わりとしては、はい、いつもですね、僕らのこのカメラを、撮ってるカメラをいつもカメラの向こうから見ててくれた人という、そうですね、カメラの視点、カタログのそうです、ね、カメラの後ろ側にいてくれた、そう、第1回からまあ大体ほとんど佐藤さんには見てきていただいて、はい、で実はこの間波の音を、はい、結構見ていて見たのは昨日の朝で、それで見立てほやほやで、見立てほやほやにして、それで今日、出勤して、それでまだちょっと内容確認でちょろっと見て臨んでる感じです。そうですね、はい、まあ、なんかいろいろこの作る過程で僕らこの、波の音がこういう形になる前からいろんなことをこうやって話してきてですね、ああした方がいいんじゃないか、こうした方がいいんじゃないかみたいな話してたと思うんですけど、まあそう言っておったが結果できたものはこういうもんだったということも踏まえ、まあ年末まとめ放送的な、そう、まあちょっとまあ映画のとりあえず見たばっかなんで、なんかそういうどういうふうに思ったとか疑問とかを聞いて、そういえばあの時こんなこと言ってたよねみたいなことを振り返れたらなと。過去の放送のことを言いますと、割となんですかね、ミキシングのこうなんですかね、音のレベルとかやってるんで、ほとんど内容に関してはそこまで入ってきてないので、そこに関してはちょっと語れない部分があるんですけど、じゃあ僕らちょっと思い出しながら、はい、そういえばあんなこと言ってたという的な、今までのカタログのその、お二人の最初の方はお二人だけで、こうなんですかね、議論をこう高めていって、工事の次元でこうなんかこう議論が進んでいってたんですけど、まあそれは今までのこの、トピックとしては、お二人のこうなんですかね、映画として作家としての映画に向かうその態度っていうか、アティチュードをどうするかっていう、その作家論に結構終始してたかなとは思うんですけど、それは多分映画見てない人にとってはその作家論というのがどう受け止めていいのかというのは多分ちょっと分かんなかったのかなと思いつつ配信はしてたんですけど、なるほど、はい、はい、最初、それで、まあ私もちょっとその
ウェブ用 YouTube 用に、一応映像は撮ってて、どうドキュメンタリー性とかを捉えるかとか、なんかそこは僕もちょっと初めての経験だったので、どういうふうにこう自分の立ち位置っていうか、そこをこう、ね、確かめながらやっていくかっていうのを、まあ、ずっと考えながらちょっと撮ってきたっていう立場でして、ちょっと、まあ、浜口さんたちともちょっと、ね、今までの過程っていうか、そういうのが重なるのかなと思うんですけど、高井戸さんはその、はい、この今回被災地とはそんなに直接的な関係は。そうですね、被災時は、3月11日は実家の山形にいて、まあ、ここから1時間ぐらいのところなんですけど、震度としては多分この今ここのメディアテイクの仙台市とほとんど変わらない、多分ここが5強とかであれば、多分うちの実家も5強とかで、だから実際のその、まあ多分被災のその頻度とかそういうのなんかでは語れないんですけど、多分仙台市にいた人 と、山形にいた人では、まあ、微妙な差はあれ、なかなか比べるもんでもないんですけどね、っていう状況で、仙台には5月頃来て、それでメディアテイクのこの今のプロジェクトに参加してるって感じなんですね。でも沿岸部とか取材行きました？はい、一番最初に行ったのがどこですかね、石巻に行ったんですよね。はい、何月ぐらいですか？それが5月の、結構じゃあ、まだ5月じゃないか、もう6月入ってました、6月ぐらいだったと思います。それでだんだん、印象としてはやっぱちょっと、まあ、ある地点からガラッとこう景色が変わるわけで、はい、それを受け止めるっていうか、そういうふうに、なんだろうな、自分の中でそれをどう捉えていいのかっていうのが分かんなくて、それをどういう立場で撮るかっていうのも全然分からない状況で、まあ、取材をちょっとやってったって感じですね。はい、6月といえばもう浜口も実は来たぐらいなのかな、ね、一番最初浜口さんがいらっしゃったんですか？一人で来て、どうしたらいいのかと、その時のことなんか覚えてますか？あ、でもまあその佐藤さんと同じような印象で、まあとりあえず沿岸部に行ってみないと何も分かんないっていうことで沿岸部に行ってみるんですけど、なんかまあ本当に、まあ、ある高さによってね、あの境界線がはっきりできていて、こんなに風景が違っちゃうのかっていうぐらい違って、でそれがものすごく分かりやすい、なんていうんですかね、被災のなんか層になってるっていう感じはありました。でもこれを一体どう撮ればいいんだろうっていうのがね、まあありましたね。高弘さんはその辺はなんかその当時どう捉えていたんですか？一応うちらはもう対象者があるので、人を撮るっていう、あとインタビューを撮るっていう、はい、その姿勢があったので、はい、一応話は聞くって、まあ一応メディアテイクのその3月11日のためにセンターの中では、ストーリーズっていう一つの提携のものがありまして、それは一番最初に3月11日対象者のその方は何をされてたかっていうのと、その撮影した日何ヶ月後とか、まあもし6月とかであれば3ヶ月と何日後の今の気持ちはどうですかっていうのと、あとその3月11日を忘れないためにっていうのをどのように考えてるかっていう提携のものがありまして、それを提携に従って最初は撮ったってだけですね。それで編集の段階になりまして、やっと何ですかね、それだけで足りないっていうか、ものはすごい感じてて、だからその3月11日を忘れないっていうのは、結局映ってないと、主語は何だったの、何なんだってことなんですよね。その人が忘れないのか、世の中が忘れないのかっていうのが、まあだいぶ違うので、人なんてやっぱ記憶っていうのは抗いようもなく薄れていくので、だから自分が忘れないようにっていうことを人にこうね伝えるってことが、何のこう
なんですかね、重要性があるかってこうアーカイブスとして考えた場合に、うん、だからその質問の主語がないっていうのがちょっとだんだんこう疑問にはなってきたっていう、なるほど、そうですね、だからちょっとストーリーズがちょっと今、うん、ウェブでの更新がちょっと少なくなってるってのはその意味もあるんですけど、でもなんかすごく実は僕らが、はい、まあ、波の音という映画で聞いてたこともまあほぼ同じで、あの時何あの3月11日にどういう体験されましたかと、はい、で今とその人の間には何があって、はい、今どんなことを考えてますかっていうのは基本的に同じことしか聞いてないんですよね、だからまあ基本的にはその僕らもなんかこの活動でなんかすごくしやすかったのってやっぱここにアーカイブしていくっていう理由があるというですね、あ、じゃあそこは同じ立場っていうか、なんか映画としてまとめる以前にもともとはこの体験というものをちゃんと残しておかなきゃいけないんだっていうことがまあ、あるので、まあ、これはまあ大義名分でも何でもなく本当にそうだと思って、でまあそれプラス何かもうちょっとまあ記録とはまたもうちょっと違ったものを、まあ、多分もうちょっと必要なのかなって気になってくるじゃないですか、やっぱりその被災地回ってるとね、なのでそこの部分っていうのはやっぱり映画で表現されるべきだと思ったんですが、どうでしたか。はい、その映画のちょっと内容というか映画の話に入っていくんですけど、波の音ってそのもともとはそのあれドキュメントとしてそのね同じ立場でその人の語りをこうまあ、記録していくっていう立場だったんですけど、うん、それがちょっと映画にしようと思ったのはいつ頃の話なんでしょうかね。これはある意味最初から、ね、最初からもう映画にはしようとは思って、そうですね、まあ、結局これはでもそのなんか作品にしようと思ってきたっていうのとまたちょっと違うんですけれども、そのなんいや結局同じことなんだから、なんていうんですかね、結局自分たちがずっとやってきた映画っていうことがあって、まあ僕たちは、まあ、今はちょっと違う体制でやってるんですけれども、もともとは東京芸術大学の大学院映像研究科っていうところから、まあ、派遣されて、まあ、来たようなところがあって、まあ、それで何か、まあ、自分たちが映画出身であるっていうことで、まあ、何か取っていく必要がそもそもあったっていうことがあるんですけれども、単純にその映画というなんかね、こういう問いの立て方あんまり好きじゃないですけど、映画というものが、まあ、この状況に対して何かし得ることがあるのかっていうことは、うん、まあ、それなりに、まあ、考えました。でなんとかそれをしなくちゃいけないなと思っていて、どうしたらいいんだろうなって思ったんですよね。そうだね、なんか順番的に何かあるかも、あれだけど、まあ元々何か来たいという欲望があって来てみたはいいけど、まあ僕らの手にあるその手法だったりできることがまあ映画という方法しかまあ聞かなかったということだったというもんだよね。それで、まあ、映画のちょっと話に戻るんですけど、映画自体が、まあ、ご覧になってない方もいると思う、ちょっとネタバレですけどちょっと説明すると、対話形式なんですよね、基本的に、まあ、対話形式の、はい、シークエンスが、はい、何個だろう、 1,2,3,4,5,6 個ですか、6個詰まってて、はい、そこはがっちりしたその、はい、フレームがありまして、枠っていうか、はい、それにの間に挿入される、移動の映像ですよね、はい、はい、っていうものがあるんですよね、はいはい、その景色っていうのは、はい、結構がっちり、まあ、そうですね、なんかすごい、なんていうか、その、まあ、コンクリートで作られてるとか、なんかもうそこは決して、決して、なんか崩れることはない、もう景色はもうあって、っていう中でちょっと、まあ、行動としては結構ミニマルな行動っていうか、で構成はされてて、ですミニマルな構成っていうのは、まあ同じことをまあ何も同じフレームと、まあ同じようなこう見え方をするその塊が繰り返されるという、そこに対してのこうちょっといろんなこう異物を入れていくっていう、
っていうものでちょっと何ていうかね、その構造自体をこういびつなものにするっていうか、っていうのを意図的にやってて、なんかそうすることが映画なのかと、映画が何かっていうのはちょっと、そんなすぐ一言では語れないんですけど、その、まず一番最初のその、対話の中で出てくるのが最初に妹さんと、姉の、対話ですよね。まあそうですね、太郎の姉妹の二人、はい、その一応その流れとしてはこう北から南に行くんですよね。そこの何か意味ってあるんですか。まあですね、まあ、はい、実際ネタバレでも何でもないんですけど、撮った順番ではないということですね、あれが、なので、まあそのもっと詳しく言うと、なんか僕らが運転してるみたいな、巡ってるみたいなそのイメージみたいなのが入ってて、まあ何かその順番に渡っているように見せてはいるんですが、というわけではなく、何かもうちょっとこう海岸というかですね、まあ、地理的なものをもうちょっと意識しながら見てくれたらなという気持ちはあったのと、あと何ですか、これ選ん実際ですね、そんなに選んでないんですよ、その出てくれた方を、なのでその順番的にこう何かこう強制的に選ばれたような順番にしたかったなと、その僕らが恣意的に選んでこの後にこれを聞かしたいみたいなことになってしまうとですね、ちょっと何か、何かに特別なその順番と力を与えてしまうというのは、まあ、力というかそのこの強調してしまうということはあまりしたくなかったという、まあ、編集のやり方はいろいろあったんですけれども、どうやってなんか、まあ、そのテーマごとに編集するということもまあできたんですよね、やはりまあ同じ体験をされているので、まあ、どっか同じキーワードっていうのが常に出てくるんですけれども、まあ、それをメインにして編集するっていう方向性もあり得たと思うんですけど、まあ、そういうただそうしてしまうと何か我々の語り感っていうのがですね、まあ、すごく強くなってしまうんで、それがどうやったら消えるかなと、まあ、あと単純にその酒井も言いましたけど、地形としてまあこんだけ広範囲にわたってまああの同じような被害が、まあ、同じような壊滅的な被害が起きているんだっていうイメージをその、まあ、東北に住んでいない人にも分かってもらう必要があるなと思ったんで、そこはなんかしっかりしてますね。うちら取材行っててそこまでなんか割とこう、なんですかね、この地理的にこう広範囲に行けてるわけではないので、まあ、多分ただちょっと東北に来て、まあ、その地理的にも頭に入ってなかった人もあるけど、やっぱ遠いですよね、その、沿岸部が端から端まで行こうとすると相当遠くて、岩手なんてここから行こうとしたら普通に6時間ぐらいかかって、仙台からね、そうそう、山があるんですよね、そうなんですよ、だからどこかには本当になんか広範囲において被害があったんだなっていうのはですね、まあ、実感として、あったなという、それで、まあ、ファーストカットがすごい、まあ、ちょっと沿岸部のちょっとファーストカットとは言わないですね、その対話の部分のファーストカットがすごいめちゃめちゃ切れてるんですよね、あのフレーミングワークっていうか、そこがすごい、そこでまあとりあえずつかみは OK って感じでなんかカメラマン喜ぶと思いますけど、こう切れてるんですよね、こうフレームがこうまあ16対9のフレームがあって、まあ紙芝居のサイズがまあのこの上の部分に合わせて、まあ横ちょっとこう手がこう持ってる形になって、それを紙芝居を変えるときにまあこうそこが空間になりますよね、その時にまあこう顔がこう切れてるんですよ、その語ってるおばあちゃんの、その時のそのおばあちゃんの存在感っていうのがいきなりこう来て、しかもここがない、こう下しかないっていう、なんかちょっとホラー的要素っていうか、なんかホラーのその持ってる、ホラー映画とかが持ってるその何ですかね、その存在のなんて不確かさっていうか、っていうものがいきなりこう見せつけられるっていうか、そうですね、なんかなんかあのショットで、あのショットでまあその映この映画のなんかこう方向性っていうか、なんかそこでなんか決まったっていうかのかなと思って、ちょっとあれちょっと時も抜かれたんですけど、そうですね、なんか、まあ、確かにあれまあ意図としてたようなしてないような、そうですね、まあなんかなんていうんですかね、この紙芝居を撮ってるんですけど、なんか
やろうと思えばあのめくるとこって編集できたんですけど、はい、編集で切り落とが切れたんですけど、まあ切らない方がよかろうと、うん、めくっていくし、でその写ってる絵もこの絵も何かきっと、うん、悪くないねと思ってですね、何かまあ紙芝居をしてる人ってフレーミングする場合であれば、ええ、ちゃんとこう切るわけじゃないですか、ええええええ、そこを紙芝居に合わせちゃうっていう、ええ、なんか語りの向こう側にちゃんと人がいて、うん、人によってまあ語られてきてるもんだという、うんうんええまあ、そういうふうに言えるかもしれません、ね、今、ええ、今思えばということですね、ええ、それでその紙芝居を読んでる人が、ええやっとあらわになるのが、ええ、そのまあその姉妹 の、あの妹さんの方ですね、はい、妹さんのこう聞いてる顔を言って、それで、戻るんですよね、その読んでる本のお姉さんの顔に、はいはい、になるっていうところもすごいなんかうまいっていうか、ありがとうございます。いや、なんかいいなって、ありがとうございます。この、まあそれでそこの最初の方を見てての印象なんですけど、はい、その結構カットが結構細かく分かれてるんですよね、はい、それ視点っていうのも色、カメラで言えば 4つの視点っていうかがありまして、はいはい、こう、今浜口さん酒井さんがいるように対話の中でこう、斜めにこう撮ってて、まあ、肩越しの切り返しみたいなものがあって、はいはい、肩越しの切り返しがあって、けど正面の対面式の絵が入ってくるんですよね、はいはい、そうですね、なんか、うん、イマジナリーラインから言えばそれってすごい反則っていうか、なんか難しいワードがいっぱい出てきたんですけど、はい、まあ切り返しというかですね、反則的ななんかこう、ものがこう難しい、コンテクストが、まあ、その正面ってどういうことかというと、これは映るのかな、はい、ちょっとこっちに映ってますかね、できますか、まあ、あれ逆にこれはまた、まあ、その上下逆と考えてもらって、はい、まあ、これがこうなると、まあ、こういう、まあ、こういうものが、はい、意外とつながんないですよね、なんか、あるんだと、そうですね、その肩越しのあれからの つながんないんですけど、まあ、そこにカメラがあるはずがないっていうことですよね、はい、まあ、実際そうじゃないですから、実際カメラは置いてるはずなんですよね、この2個多分、そうですね、それそこのなんかこうハッとするものとか、がすごい印象的に捉えて、それで、その会話の内容っていうのがそこで、その手法っていうかそのカメラの切り替えとか、はい、はい、その部分によって、会話の内容自体がちょっと、なんか入ってこないっていう、はい、すんなり入ってこないっていうのが一番最初のその、姉妹の語りの中にはちょっとあったかなと思います、はい、ここはちょっと意識してやってたんですかね、ですね、まあ、とりあえず会話の内容を伝えないっていう意図ではないとは思うんですけど、まあ、多分それ多分さ、高弘さんが多分その映画に対して結構詳しいというかですね、作る方に関してもまあリテラシーがあるからだというふうに思ってか、まあ何かおかしなことが起きているぞということがまあ初めに来る人と、まあそれを普通に会話として聞いてくれる人もまあ実はお上映してくる中ではやっぱいてですね、そうなんですか、でもなんかそれはじゃあ俺が得意ってことですね、あのなんていうか、はい、映画を好きな方というか、はい、そういう方はやっぱ一瞬戸惑うとは思うんですけど、まあ、実はまあ戸惑ってもいいんだよね、なんかね、まあ、全然何の問題もございません、で戸惑った結果、まあ、その後に何が来るかっていうのは、まあ、重要なんですが、ずっと戸惑いっぱなしですか、あのいや、それは最初のカットっていうか、あの最初のシークエンスだけで、その後はその手法がすんなり入って、会話もこう入ってくる状況にはなりましたね、それはどういうタイミングでそうなるんですか、なんかそれを受け入れるのはどういうタイミングなんですか、あ、こういう手法だっていうのが分かったからです、はいはい、あ、もうこれはこういうことで進んでいくんだと、普通であればああいう、撮り方ってまあドキュメントとしてドキュメンタリー映画としてああいう撮り方というのはしないわけで、そうですね、そうですね、まあドキュメント性というかそこのそこにあるリアリティを生かすのであれば、まあ再現というか再現させてますよね、あれは。そう、あ、これはね、これはね、ま、実はね、ネタバレがあるんです、ネタバレじゃないんですけど、はい、実は再現をね、してないんですよ、あれ。あ、そうなんですか。要するに2回同じこと言ってくれってことですよね、なんかその、そのカメラを置き直して、
会話っていうものをもう一回整理させなきゃいけないんじゃないかっていうことですけど、はいはい、実はねそんなことはなくて、あれは同時に撮られた会話をですね、はい、編集してああなっていると。だから実際に会話はしているんですね、うん、なんか、まあ、ちょっと見てない方がどこまで伝わるかわからない、うん、再現じゃないですか、なんか一回やったやつをもう一回語ってもらうっていうか、ああそう、そう見えるとやっぱりちょっと戸惑うってことですよね、うんうん、ただでもこれはその、まあ、正確には1回だけその、はい、まあ、一番最初に撮影した東松島のご夫婦がいるんですけど、はいはい、その方たちは、まあ、一番最初の撮影だったんで僕たちもやり方分かってなかったりした男もあって、うん、でそのご夫婦がいっぺん話し終わった後、まあ、すごい緊張されてたんですよね、うん、その、まあ、ワンロール終わった時に、うん、でもう1回やってみますかって言ってそれでもう1回やったっていう、うん、でそれを編集上でつなぎ合わせてるっていうのはこれはまああるんですよね、うん、ただ基本的には、うん、そうだね、まあ、あの時もその全く同じというよりはなんていうの、そうそう、すごく常時的というか、はい、その起きたことを淡々と話してたので、うん、なんかその時思ったことみたいのを、うんうん、もう一回ちょっと時間軸で整理し直してもらっていいですか、うん、みたいな話だったよね、そうだね、そう、なので、ね、会話としては実は、はい、ただでもそこに会話が成立しえないように、うん、その見えるじゃないですか、だからまあちょっと今、どうやって撮ったか、まあ、示してみるか、まあ、そこまで実演してくれるんですか、はい、ちょっと距離がずれて、はい、でお菓子がいいんですけど、まあ、ああ、そうそうそう、ちょっとずれてこいって、まあ、まあ境向きのこれねちょっと分かりづらいと思うんですけど、あの僕と酒井が、ま、正面に座ってるように見えて、まあ、ちょっとずれていて、そうそうそう、まあ、ここに酒井向けの正面向けのカメラがあって、まあ、僕向けのカメラがあるっていうような状況で撮って、じゃあ正面を向いてお願いしますってことですか、そうなんです、まあ、それをただちょっとそのカメラが映っちゃうんでもうちょっとこれは、はい、もうほぼ横に並ぶぐらいの、僕がちょっと前に横に並ぶぐらいの位置なんですよ、なのでお互い見合ってはいないという、はい、まあ、もちろんそういう、そうなんですよね、ただその喋っていただいているのは本当になんていうんですかね、まあ、普通の会話といいますか、そういうことをしていただいて、まあ、それを大体1ロールか2ロールやるんで、ね、うん、それを後で編集するという、きっと何か映画の作り方に対して意識的な人は何かこれはきっと再現したんじゃないかというふうに思うのは当然のことだと思うんですが、まあ、このよいしょ、それを、まあ、ただあの話を、まあ、信じられないかというとですね、実際どうですか、その、まあ、こういうことをやっているんだということがですね、まあ、そのちょっとその、ね、あと一点っていうか、そのちょっと疑問っていうか、その、ドキュメントの、まあ、こういったこう普通に話してるのとドキュメントの、それが映画にこう映った時の違いっていうか、ちょっと感じたのがちょっと間かなとは思うんですよね、ちょっと間が多分編集段階でちょっと開けてんのかなとか思って、あのなんかちょっと微妙な間があるんですよね、なんかこう、いや間を開けたということは、ね、あれはむしろあのままなんですよ、ああいう会話がこう進んでたってことですね、なんかちょっと異様なテンポで進んでて、なるほどね、うん、あでも確かにその間を詰めたでしょうみたいなことは、あ、まあ、言われますけれども、あれは逆に俺開けたのかなと思って、ね、もうちょっと詰められるだろうと、まあ、いや詰めてほしいじゃなくて、なんか会話ってこういうテンポかしらと、うん、なんかこれはどうなんでしょうね、っていうのをちょっと感じながら見てましたね、あでもこれはでも本当人によって受け方が違うのかもしれないけど、まあ、実際に言うとですね、まあ、入ってこない買った人に対してちょっと長く感じるんじゃないかと思わないみたいな、うん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 、ただ映画自体がってことですか、あの会話の間自体で、ただすごく入ってきてる人は、うん、なんであんなテンポよく会話できるんだと、うんうん、それはカットの妙ですよね、なんか それは感じますけどね、うんうん、ただその会話自体の長さをコントロールしたってことは実はなく、うんうんうん、そのこれ2つ撮った会話、あの別々撮った会話のシークエンスをまとめるときの接合点だけをちょっと、あその同じ会話になるようにいじってはいるんですけど、実はちょっとその場でだんだん種明かししてくれてありがとうございます、そうそう、だから本当にね、あの話してるあの会話の内容っていうのはあの人たちが実際の場であのように話したことなんです、それはちょっと面白いですね、あれがなんですかね、会話自体が、ね、映画としてなんかまあ、うん、
こう消化したときに、ああいう形になるっていう。まあちょっとまあそういうトリッキーな部分は、そうですね、そこがちょっと目についちゃって、多分ついてこれない方すみません、ちょっと。いやいや、あの、でもまあ結果的に最終的にそういう人たちも、はい、まあどういうふうにこの映画を受け取るだろうと、まあ初めのうちそういうことになっていたと。でも実際どうなんですかね、やっぱあの会話ってその再現可能な会話だと思われますか。どうですかね。可能だけど編集で、辻褄は合わせられるのかなと思いますね。なるほど、そうですね、いやまあでもね、まあ、あれと同じものを演出しようとするとですね、まあ、これぐちゃけすごい大変なんですよ、まあ、あれと同じことが演出できたら俺たちもう、ね、もう劇映画でそうだよね、どんだけのことできるかっていう話になるんですけど、まあ、実際のところはそうではないと。ある種の、まあ、僕らも見て自分らで編集しながらも、まあ、話してくれてた人たち本当にすごいなと思ったんですけど、まあまあ、ある種さっき言ったみたいにちょっと不自然な状態で会話しているにもかかわらず、まあ、その場を知っている僕らも会話しているようにしか見えないという、その、まあ、信頼関係というかですね、それがまあすごかったなと、でそれによって何かすごくやっぱり、そのっていうんですか、あの別 の, その、トリッキーなものを一つあの人たちの力によって少し超えることができたかなという、多分ね、そう。じゃあちょっと波の音のちょっと、その、対話のちょっと内容っていうものにちょっと触れるんですけど、一番最初の、姉妹の話で言えば、そこは、津波のそのなんていうんですかね、その体験とその言い伝えと、っていうのに終始してるわけですよね、1個目は。それで、次の3人、あの、友人ですかね、気仙沼の消防団、の消防団の方たちの話っていうのも、まあその、その津波の話で終始してるという、それで次の、1人の女性の方が、その対話の相手として浜口さんをちょっと相手にして、ちょっと、まあちょっと、なんか事件聞き込み、聞き込みの、なんていうんですかね、その刑事というか、その様相を呈してるっていう状況で進んで、ある意味熊もあるし、初めて言われましたけど、それで、そこも、まあ津波の話に終始してる、友人を亡くしたという、そこからちょっと、ですね、その次に酒井さんが出て、消防の方との対話になるんですけど、そこでちょっと、まあ、政治性みたいなのがちょっと生まれて、なんか内容として入ってきて、それはまだ、津波の話の枠の中ですよね。その次が東松島 の, そのさっき出た夫婦の、これは結構最初の方に撮ったってことですよね。そうですね、一番最初の撮影でしたね、っていうくらいからちょっ と,、逸脱がちょっと始まるんですよね、なんかその会話の、なんかその津波自体の、まあ、津波の体験を超えた、体験を超えたものがこう夫婦間のちょっと関係性っていうか、そこにだんだんシフトしていくっていう、あ、ちょっと連れてきてるなと思って、行動としてはこう積み重ねられてきたこう積み木というものが、ちょっと、なんていうんですかね、なんか欠けてねえと大丈夫となんかちょっと上の方にちょっと重いものっていうか、重いとかではないんですけど、ちょっと、なかなか乗っからないものが無理やり乗せてきたなっていうのがあって、そこの尺がちょっと長いんですよね。そうですね、一番長いです、ちょっとそこの、ずれてきてる部分っていう比重っていうか、がずれてきて、それで、どうなるんだろうって見てる方は思うんですよね、この着地するのか、着地するのかっていうところになってきて、まあどうにでも着地って映画って割となるじゃないですか、無理やり着地させるって、着地させないっていうのもあるし、終わったら終わると、そうですね、普通に暗くなれば終わるっていう、時間の終わりが終わりであると、その時間のこう積み重ねっていうものがちょっとなんですかね、ちょっと変わってきたなって、まあ、そういうなんて異質なものをこう入れてくるっていうのはもう、今回 の, その、
波の音ではすごい、まあ、一つのちょっと、なんですかね、重要なポイントであって、それは体験談ということではないですね、津波の体験談ではない、何か、そこがちょっとポイントだなと思って、その一つの話で言えば、作者である浜口さんと酒井さんがまあ出てるってことですよね。まあある種なんか異物として、まあそうですね。あとそのカメラの存在っていうのもちょっと普通の映画に比べれば視点としてはちょっと強いかなと思うんですよね。その視座っていうのがやっぱカメラの奥に人がいるっていうのを感じさせる、あのカメラのあり方だなと思って見てましたね。そう、逆説的にいるはずなのにということからすると、よりカメラを意識してしまうかもしれないと。そこは意識的に、そのカメラの、向こう側の存在というのは入れていったんですかね。まあ、最初の紙芝居もそうだね。そうですが、それを語る人がいて、それがね、まあ、信頼に値するものかどうかっていう、そうだね、あの問題常に含んでると思うんですけど、語りが、まあ、なんかそれをなんかね、まあ、今更そんな取材やってるっていうところはあるんですが、まあ、今回は必要なのかなということをとても思いました、というのは何ていうんですかね、まあ、話はすごく戻りますけど、そのまあ誰が忘れないんだっていう話が、まあその佐藤さん最初にあの忘れないためにセンターだけれども、この主語誰だっていうことを、まあ僕らも当然考えるんですけど、まあ結局忘れないことってできるんだろうかなっていうことが、まあそもそもあるんですよね。で、まあ結局よかれ足かれ、まあ忘れてしまうところというのはあって、でそれはまあいい面と悪い面が、まあ、癒される部分と、まあ、あのその単純に体験が風化してしまうっていう、まあ、両方の側面があって、それを体験の風化の方をどうなんていうんですかね、まあ、その記憶の外部化というか、いうことでどうやってやれるかっていう時に、多分その映画っていうのがきっと出てくる、その映画っていうものに、まあ、保存する必要が多分あるんじゃないかなと思ったんですが、そうだね、多分、まあ、何かやっぱりカメラの視点は、意識、まあ、させてたよね、その、そのっていうのはその、語る人に対して、これはカメラですよと、でこのカメラを通して大勢の人が見ますと、もっと言うとそれは保存されて、もうあなたが死ん、もっとなんか、亡くなってしまった後とか、あなたが出会えない人たちもきっと見ますよということのために、まあ、ある種このどんとカメラとも向き合ってもらわなきゃいかんという、まあ、思ってましたね。その、なんかドキュメンタリーってなんかすごくなんていうんですか、その意識させないようにカメラを意識の外に置くようにするんですけど、そうすると何ていうんですかね、このあの言いたくない言葉まで結構実は、まあ、取ってしまったり、まあ、僕らの方法でもあるんですけど、まあ、ある種なんかその意識してなかったものが、何かその、取れてしまうと、で結構それプライベートの話と今回 の, その震災というものと取るときには実はそれ、まあ、まずいんじゃないかと思ってるんですよ。そうですね、なので僕らは撮りますと、で公開しますというものを、まあ、明らかにした上でやろうかという、まあ、カメラの前に立ってくれる人に立ってもらうと。お二人の、存在っていうのはどう考えてたんですか、映画の中でどうしようって。そうですね、僕の印象としては、ですね、一番最初のその姉妹の話の中で、浜口さんが、まあちょっと、まあ、後ろ姿が入るんですよね、ちょっと引きの絵がありまして、それを見て、その後の、それちょっと挿入するって形で2カットぐらい入れてるんですかね、3カットとか入るって、浜口さんの顔自体は出ないですよね、そこで、この人は何なんだってなりますよね、多分知らない方になって、それでけど会話の中には全く、そこに存在はあるのに、その内容、
会話の内容そのものには全然こう介入してこないっていうか、そういう存在であるっていう、その存在って何なんだろうって、誰だと、誰なの、自己紹介するか、こいつはしないと、自己紹介もしないけど会話のその対面でなってるところに横にいるだけであって、この存在っていうのは何なんだっていう、そこでまあそこでまあちょっと異物としてちょっと時間は進むんですけど、その後に感想というかその対話の間にあるその風景とか、そこでお二人が車乗ってるんですよね、最初に。ああそうですね、車に乗ってて、それで車窓にこう空が映ってる中でこう進んでいく中で、濱口さんがこう本を片手に持ってて、酒井さんが運転しててっていう、そこで語りが入りまして、なんかその語りもすごいこうローキーな感じで始まるんですけど、それで そこで初めてちょっと濱口さんであったっていうのをちょっと分かるっていうか、まあ、思い出したというか、っていうことはあの人なんだろう、そこでもまだちょっと、ちょっと幻なんですよね、幻として存在が幽霊が映ったと、幽霊的なちょっと立場でこう、ね、会話にいるっていう、ただ聞いてるだけっていうか、そうですね、その視点だけがあるっていう、はい、それが結構、そこの謎をちょっとこう解くっていうか、そこのクエスチョンがずっとこう映画を通してあるんですよね、そこのお二人の存在というかは誰なんだっていう、存在がこうずっと映画をずっと、通してあるっていう、なかなか難しいけど、なんかすごくいい問いのように思えたのがですね、まあ、なぜ僕らが出なきゃいけなかったのかっていう、そこは多分理由がありますが、いつからまあ理由は、まあ、今までのちょっとカタログではそこはだいぶ話されているんですけど、そうそうそう、っていうその存在の、ま、なんかこう、まあ、幽霊であるっていうものがこう映画にあるって、なかなか幽霊ってそのドキュメンタリーでは扱わないというか、それすごいな、まあドキュメンタリーで幽霊は映ってしまったら、リアリティではないものを、大変なことなので、そこを入れていくっていう、まあそれはでもとても嬉しいことなのかもしれません、なんか間違ってるかもしれませんけど、まあ、なんていうんですか、まあ、でも僕らの存在って、まあ、その体験した方はあれですけど、はい、僕らは多分置き換えが可能なもんだと思うんですよ、その誰にでも変われるというか、まあ、匿名であるってことですか、匿名って、そうですね、まあ、そあと要するにこう体験者ではない人間なので、なので でこの映画がまあ誰に向けられた映画かっていうとですね、おそらくその被災された方に向けられたものにはなってないと思うんですね、ただその方に対して全く何も力を持たないかってそうではないんですが、やっぱりその僕らが作ったっていうのもあり、そのより多くの人が見るべきだと思うっていうこともあり、その体験しなかった人間の、まあ、より城まで深く盛り込めてるかわからないんですが、何かその体験しなかったものが一つ入ってるっていうのが、まあ、何かすごく重要なことなんじゃないかっていうのと、なんか僕らがだけがカメラの外側にいるというのはちょっと、そうですね、まあ、単純に倫理的なこの映画に関してはちょっと何かこう、はい、まあ、要するにカメラっていうのはものすごい危険なものだっていう触れ込みで、まあ、そのインタビューの人たちにも立ってもらう関係上、まあ、我々がそこで出ないっていうのはそうだ、ね、まあ、いかがなことなんだろうと、まあ、それでね、何か解決するのかわからないけれども、入れてみようっていうのと、まあ、このカタログの放送自体もまあ、ある種そうです、ね、そのカメラの前にさらすっていうことも、インタビュアーでは決してないんですよね、お二人がインタビュアーとか会話にそれほどこう、一つあの対面で、酒井さんと濱口さんがこう話す部分があるんですけど、一人の対象者に対してそこではちょっと質問はあるんですけど、インタビュアーではないと思うんですよね、それはその心はどういうことですか、インタビュアーではないっていう、まあ、そこをちょっとやっぱ他の、
やっぱ結構近親者っていうか、そういう親密な方に、そうですね、そこであって、そこも異物ではあるんですよね、その映画の中で、親密ではないと、そこになんかちょっと語り口、あとカメラワークとかも含めて、ちょっと物語性っていうか、なんかそれをちょっと膨らませてるなとは思うんですよね、あの2つのカットは。そうですね。そうそう、あ、2つのカットっていうのは、そのはい、あ、2つのシーケンスは、あ、シーケンス、あの、はい、僕と浜口が出てる、はいはい、そのそこにちょっと物語性がすごい出てきてて、そこが、そこが、何なのかっていうのは多分、定めきれはしないんですけど、そうですね、まあ、どう感じてもらえるかっていうのが、なんかそこを、何の話してましたっけ、さっき、その前って何話してました、あ、すみません、なんか詐欺ちゃったなでもなんかなんか会話の内容が流れてきてて、はい、その夫婦っていうのが、まあ、ある種その、まあ、結構すごくテンションを途中からすごく上げてくれて、あの東松島の方ですか、東松島の、はい、まあ、その夫婦が出てくるんですが、その、まあ、体験がすごいのプラス、その後なんかそのすごくプライベートの会話をカメラの前でしてくれたと、そうですね、自分たちの関係性、あの、要するに体験談とは、被災というものの体験とは、まあ、ちょっとまあ離れたようなところで、その語ってくれたっていうのによって、まあ、佐藤さんがこう、まあ、繰り返されてきた、まあ、形式というおっしゃってたんですけど、それがちょっと歪んだというふうなのがさっきの話の流れですね。それ最後のカットとしては、それも姉妹の方なんですけど、若い、新地の方ですよね。福島県の新地の姉妹が。それがまあ終わりの、その対話では終わりの、最後の締めを飾るっていうか、になるわけですけど、はい、その前に東松島の夫婦の話があって、そこの逸脱は継続して、その最後の姉妹の話でも逸脱してるんですよね、そうですね、むしろ逸脱極まってる逸脱極まってるんですよね、もう崩壊してるっていうか、むしろ中心がそっちではないかもしれない、そうですね、まあ、むしろあの姉妹に関してはその、体験された津波の体験談自体は結構編集上かなり切っていたんですよ、そうなんですか、じゃあ意識的にその含み持つ、要素を入れてったってことですよね、まあ、あの人たちに関して見せるべきものはきっとこれなんだということだったと思うんですが、それで映画が終わるわけですけど、そのこう逸脱してって、なんかその逸脱自体がその、我々のこの、震災体験にとって、まあ、重要なことっていうか、今のこの時期に対してその逸脱っていうものをこう見せていくっていうか、のがすごい重要なんだなっていうのはすごい、僕もそのね、忘れに参加してる立場であって思いましたね、すごい強く。まあ震災あって、その本当最初の方っていうのは逸脱そのものがこう禁止されてたっていうか、自粛されてるっていうか、自粛の名のもとに全て禁止されてる中で、やっと逸脱できる状況になって、その逸脱すらも僕ら求めてるっていう、そうですね、そこがすごいすんなり、まあ感動すら覚えるものを感じましたね。なんかさっきその忘れるべきか忘れないべきかみたいな話がちょっとあったと思うんですけど、まあ、これでも忘れないことって、まあ実はいいようで悪いようというか、両面ある、そう、日常的にずっとそのことを忘れず、そのこととずっと向き合い続けるっていうことが、まあ果たして健康的かというと、まあ実はそんなことはなくて、まあ多分できないと思うんですね。あの、結果的にまだそこから離れられない方というか、まだそういう悲しみを抱えている方はいらっしゃると思うんですけど、まあ多くの人とか、まあきっとその方も日常というものを取り戻さなきゃいけないんじゃないかという気はするんですよ。なのでこう忘れない、まあ、センターと言いつつ、まあ、個人は何か少しずつ日常に戻っていくというのが、まあ、主語は何かといったら、まあ、何ですかね、その、まあ、アーカイブしていくということの、まあ、ことからすると、でもまあ本当に、
そう、でもこの主語が何かという問題に、まあ、答えを出す必要はないと思うんですが、なんか、うん、その、うん、まあでもだから忘れないためにセンターなんだなと、うん、まあ思う、ええ、まあそのすごく言えて妙な名前だなという、うん、すごく思うんですが、うん、多分まあ忘れないためにというか、まあ、きっと、まあ、思い出すために、うん、思い出すきっかけっていうか、思い出すためにと、うん、そしてそれがきっとなんかそのすごく、うん、なんていうんですかね、うん、なんかすごく嫌な印象だけと結びつけたくなかったというかですね、うん、その決してなんかその、うん、まあ我々が撮ったものも実際、まあ、ある被災地と呼ばれているところで起きている、ね、まあ、本当のことではあるとは思うんですよね、うん、それはもう関係ねえなしに、 まあ、それはなんかまあ届いてほしいなと、単純にそのまあいろんなその取材者、取材をさせてもらった人たちにまあ何度も会って、まあこれが届いたらよかろうなっていうねことは単純にあった気がしますね。まあね、そう、その逸脱こそまあ本当に 大事というか、まあ、まあ単に逸脱というかある変化なのかもしれないですけど、まあ、でもなんかあるね、逸脱っていうとまあそれなりに、うん、逸脱どっちに逸脱するんだとか、まあ、そういう形になってくるんで、うん、逸脱そのものがいい、うん、ね、いいとは言えないんですけど、うん、まあ、ただその話している中でも少しずつやっぱ変わってきてるよというか、うん、その被災者の方の中でも何かこう変化のようなものが見た人に共有でしてもらえたらなと、うんうん、その変化そのものをこう、そうなんですか、捉えていくっていうか、ね、そのことなのかな、うん、っていうので、そうですね、僕も、まあ、取材とか、まあ、ちょっと立場としても、うん、ちょっと、まあ、すごい、うん、新しい、なんですかね、うん、まあ、方向性とかもちょっと考えつつ、うん、っていうのですごい、うんうん、なんか勉強にはなりましたね。いや、こういう、いや、ちょっと全然予想してるのと違ったの。 あいつらあんな話してたけど全然違うじゃねえかと、うん、なんか、全然出来上がったものがやっぱ、アウトプットが違うっていう、そう、そこがすごい。ちなみにどういうものを想像されていたんですか？話を聞くに、ただ捉えてると思いましたね、その、会話そのものをちょっと、ドキュメント、本当ドキュメントとして、捉えて、あそこまでちょっと手を入れて、まあ、ある種フィクション化しているフィクション化するしてるとはそこまで読めてはいなかったですね、そこ いやらしいと思わせないぐらいのこう、まあ、強度でやってるっていう、そこまでの映画になってるとは思わなかったので皆さんちょっと、ね、ご覧になれる機会があれば本当見てほしいなと思うんですけどね。まあ、でも最終的な強度を与えてくれたのはきっと多分話してくれた人が単純にまあ好きだったと。そうですね、まあ。会話が本当にすごかったっていう。まあ、ああいうことをカメラの前で話せるもんなんだっていうことを我々もなんか驚きながら撮ってたっていう。うん、浜口さんもこれ初めてなんですよね。酒井さんもドキュメンタリーっていう、もう初めてですね。分類でやるのは。なんか、まあ、ちょっと映画の、まあ、普通に個人的な興味で話してるんですけど、山形のドキュメンタリー映画祭が今年ありまして、はいはい、それで波の音もその中で上映されたんですが、ドキュメンタリー映画っていうのが僕の中でのその一つの、基準ってなってるのが山形のドキュメンタリー映画祭で上映されるようなものっていう、っていうものだったんで、そことは、ちょっとやはりその枠には入りきらないものが、出来上がってるなと思って、新しいちょっと、まあ、ドキュメントの形っていうか、が見えたなと思って見てました。なんていうかそれを、ですね、やっぱ、まあ、フィクションとか、酒井さんも浜口さんも撮ってて、結局なんですか、その場の、フィクションであれドキュメンタリーであれ、そこのドキュメント性を取るわけじゃないですか、その演じてもらって、っていうことをちょっと、そこの、考えに立ち戻ると、フィクションもドキュメンタリーもないっていうか、まあ、そういう、そういう結論には、まあ、なるなと横着しますね。ここはもう来ますね。何かそれを分けてしまう力みたいなのがもしあるとすると、何かその、例えば
見るときに、うん、あの方たちの会話を聞かない態度になってしまったりとかですね、うんうん、作者が透明になるってことですもんね、そのドキュメントを通す、なんかそういうふうな先入観みたいなものはどっかでなくなっていくべきものかなと思うのと、あともう一つなんかあのその山形のフレームに収まらないっていう話があったんですけど、はい、それはまあなんか逆に言うとこの映画って単体で成立しうるかっていうと、うん、実はそんなことはなくて、うん、そうですね、いろんな他の記憶っていうのはそのみんなに津波のイメージってなんか瓦礫とか、はい、なんかその後の被災地の映像なんですけど、実はそういったものはまあ映してなく、でそれはかなりその皆さんの見た記憶に頼っているというかですね、あの YouTube とかなんか散々見たでしょっていう、ワセレンの中にも記録されているような、うん、ああいう写真が、うん、記憶があってみるとですね、うん、まあ、きっとそれがまた思い出されると、うん、いうのが、まあ、そういつかその、ね、うん、映像を見てない世代が見るかもしれないですけど、その時まあこういう、うん、そのワセレンの中のアーカイブのものとまあつながって何か力を持ち直してくれるんじゃないかなと、うん、本当にこのメディアテープに保存されるってことがすごい意味のあることなんですよね、その素材と映画と、うんうんうん、その他のものとの近くに置いてやるっていうのは、そう、まあ、できるだまだ時期は分かんないですけど、うん、その編集素材も含めて我々もアーカイブをしたいと思っていて、そ、ね、うん、そのまあ、できるだけ多く の、 そのインタビューさせていただいた、まあ、入りきれなかった部分、うん、まあ、入りきらなかった人も、うん、まあ、入れられたらいいなと思っているんですが、うん、そうですか、そろそろいい時間、そういう時間ですか、なんか今日ぐらいなんか質問とかないんですか、そうね、俺今日パソコンがちょっとあ、なんかちょっと中の人が、なんか波の声の話とかとなんかどうなんですか、そうですね、ちょっと今これからのちょっと、これからの、実は今その、まあ、さっきその逸脱だったり、はい、その、はい、まあそのこれで、まあ、前の清水さんの時に、まあ、これでは終われないかもしれないという気持ちがあるっていう話がしてたんですけど、実はまだ続けていて、まあ、継続して今撮っているということで、それが今波の声というタイトルでやってるんですけど、まあ波の音と何が違うのかっていうことはまあ、まあでも同じ方法で撮ってます、基本的に、あのさっきやったような方法をまあより僕らも少し慣れてきてるというか、そのもうちょっと少し何かを載せられそうだなという、というかまあその手法自体にまあ驚いてもらったという印象がまあどうしても強いと思うんですけど、まあこの手法は何ていうんですかね、まあ積極的に陳腐化させて叱るべきものというか、だからもうバラしちゃって構わないという、本当にすごいことが起きているのはまあカメラの前で起きていることがすごいというのがまあ我々 の、 その認識なんですよね、まああの会話そのものがすごいっていう、それをまあね、何度でも起こすことが果たしてできるのかというのが、そうだね、であの時からまたさらに時間も経っているので、記憶というものはまあもう少し曖昧になっているかもしれない中で、こういうものと撮っていけるかと、まあ、これ基本的に撮れると思うんですよね、で、まあ、僕らじゃなくてもあの方法で撮れるかもしれないっていうものも含め、今日から君もできるとそうそうそう、ちょっとあれですね、ちょっと忘れ、結構テンポよくこう話されてるじゃないですか、みんなが、あの映画の中の会話、そのテンポっていうのがだいぶ変わってきますよね、ああそうかもですね、なんか思い出すという時間がもっと増えるかもしれないみたいな、結構長いですよね、あの時どうだったかなとかっていうのも、まあ、含め、そうだね、そう、それがちょっとなんか面白いですね、思い出すっていうのはね、そうそう、こういう方法で撮り続ける限りなんか撮った全ての素材はですね、素材とかそのインタビューは、まあ、再編集してまた別の映画としてまあ、蘇るという、まあ、それが別に、ね、俺らってことじゃなくて、その、まあ、もっと先において何かが必要になった時に、何か必要なものとしてちゃんともう一回蘇れるようにという、ことで、それをまあもう一度証明するために、もうちょっとでやってもう一個取るという方法と、あと まあまた別の活動も含め、まあ、もう少しこの語りというものですかね、語ると聞くという関係のことをもうちょっと深めたいなということで、また別のものを実は追いかけてるんですが、またちょっとそれ別ちょっと時間かかりそうなんで、別の機会にちょっとお話ししたいなと、質問ではないですけど、ご覧になってくれてる方か、
何か、言われてみれば波の音は今年見た中で最も透明でないカメライコールカメラの存在意識させられていた映画かもしれませんと、神戸でご覧になっていただいた方から、そうそう、神戸で やれたんですよね、神戸の新永田というですね、映画祭かなんか、神戸映画資料館っていう、神戸ドキュメンタリー映画祭という、まあ、その震災があった、まあ、新永田って一番その被災の激しかった地域なんですが、本当にもう焼け野原になってしまったところですよね、まあ、そこでちょっとやらせていただけたと、どうですか、でもまあ我々の意識としてはもちろんカメラは意識するんですけど、でもそれがまあこれは我々が撮ってた実感ですけど、まあ本当にカメラが消えたような瞬間っていうのがあったんですよね。それがなんか皆さんにもあると思うとそうですね、なんか一瞬カメラっていうものは絶対あるんだと思いつつも、なんかどっかで一瞬気づけば忘れてたわという瞬間がまあ起きてくれたら、そうそう、まあ、絶対あるのにないっていう状況が、それがなんかもう少し何て言うんですかね、想像力でまあ信じることがまあできてるかもということなので、まあどんどん意識してくださいとまあ言っちゃいけないんですけど、まあでも意識してしかるべき映画だっていう、そうです、そんなもんですか今日は。何か佐藤さんから、なんか告知みたいなのないですか。告知みたいな、上映が、そうですね、そうそうそう、上映がですね、一番近いのはあれかな、1月14日、ちょっとまだ分かんないんですけど、行っちゃっていいのかな、実は被災地で初の上映ということになって、まあ、すごいありがたい話なんですけど、南三陸で上映する、またちょっとまた詳しく決まったら、ツイッターやちょっとホームページなどでご紹介したいと思いますので、よかったら見てくださいっていうのと、東京で、2回やあります。18日、1月の18日、港区の、新世界。まあ、これ普段なんかライブハウスご存知ですか？なんか、ライブハウスみたいな、音楽とかそういうものをやってるスペース、僕らも行ったことないんですけど、そこでやってもらえると、まあ、ちょっとそんなに大きい箱ではないんですけど、まあ、トークもあって、そこも楽しみだなというのと、芹沢隆さん、そう、芹沢さんと一緒にゲストとトークしてくれるというのと、あと恵比寿映像祭、これちょっとまだ日はまだ決まってないのか、まあ、恵比寿映像祭でかかるよと言って、もう行っちゃったからいいよ、すみません、ちょっと問題になったらごめんなさい、まあそういうこと、まあ、続々あとあれとか山形のものが、まあ、いろいろ各地を回ってくれるかもという巡回上映、巡回上映があるかもという、まあ、それはもうツイッターでね、ちゃんと、ね、もうちょっとちゃんと情報を、また続々ちょっと お話いただいて、もうちょっと皆さんに見ていただけるようにそうですねしたいなと、思っておりますので、今後ともよろしくお願いしますって、はい、まあでも本当にその神戸とかそのまあ釜ヶ崎でも上映させてもらって、まあ正直そんなに人が多かったわけではないんですけれども、まあおかげでというか、とてもその後のトークがまあ盛り上がったんですよね、見た人のその後コミュニケーションが結構できてですね、それはすごい良かったですよね、なんか、でまあこの映画っていうのはまあそういうところが必要なのかもなと思ったんで、まあそのキャパにこだわらない上映をしていきたいなと、いうことですね、いう気がします、はい、あと日本にいてニュース見てる方は多分、そうですね、津波の映像とかはまあもう溢れるほど見ていて、物置にあって、それと補完する映画として波の音があるって、いうのであれば日本、まあ、世界でもまあ見れるってことですよね、多分あの映像は世界でも見れるので、そうですね、なんか海外でももしやれる機会があったらいいなと、ぜひぜひなんか、そうですね、保管し合って、完成する映画っていうのも面白いと思うので、ぜひぜひ波の声も期待しつつ、ありがとうございます、またその辺うろうろしてると思います、はい、ありがとうございます、ちょっと時間過ぎてしまいましたが、こんなことで、本日は佐藤隆弘さんに、さんです、どうもありがとうございました、ありがとうございます、楽しかったです、続きよろしくお願いします、こんにちは、ではこのあたりで、皆さん今日もありがとうございました。